こんばんは。ジェツ最高です。ジェツ最高です。最高です。<laughs> こんばんは。ということで、すいません、少し遅れましたが、ええー、9月14日の週刊日ツのお時間でございます。ええ今週は草の中から奈良さんです。はい、草の中から出てきました。<laughs> 今週出てきました。草の中から抜き抜きとお願いします。よろしくお願いします。お願いします。 いやちょっとね、配信の日、ちょっと試合は結構やめてほしいですね、ちょっと。それも今日2試合じゃないですか。そうなんですよ。先週はこれ1試合だったじゃないですか。あそうですね。週2試合という試合あってね、しかも2試合合計で、11点ですか。ですね6点、そうですねまさかのまさかの展開でしたね。 こんな点が入るとは正直思わなかったですけどいや。びっくりですよ、本当に、見応えのあるね、見応えを、でそうですね。あとで順位表見ますし、まあ、ちょっとこの2試合に関してはあのそんなちゃんとは振り返らないというか、まあ、順位表のところでもちろん振、はい、れますけども、基本的には週末の振り返りを中心に、はいえー、していこうという感じでございます。あそうですねははい、はい えー、ではですね、まず最初になんですけども、えっと、月間 MVP、8月が先週発表されまして、先週ですかね、別入れは全員分出してるんですけど、全員選んでましたね、藤本純子選手。いやもう文句ないでしょう、ミさん。 まあ3試合連発ゴールっていうところと、はい、まあそれも新潟戦の,、ねはい、のループと岩田戦の,のフリーキックというすごく、ね、印象的なゴールだったので、はい、まあ3戦連発ということで<う>まあもうこれ文句なしですね。ね文句なしですこれは、はい とということで,ですね僕が藤本選手にあの先週ちょっとインタビューさせていただきました。いいなあ、毎月なあ。<laughs> 毎月やっぱね、一番活躍した選手にお話聞けるというのは、まあ、僕はちょっとこれ、いつも楽しんで。ですよね。まあね、クラブも本当にそれこそね、あのー、結構、クラブによっては過密日程とか、本当大変な中で、あのー、中1日で頑張って原稿を作って、動画を作って、感じで、ちょっと頑張って作りましたので。ではい、じゃあちょっとその 冬本選手のインタビュー動画ですね。2分半ぐらいですね。はい、ちょっとそちらをご覧いただければと思います。はい。じゃあ行きますね。入ってきた選手、ほとんど試合出てると思うんで、こう分かっても、まあ、ユースだったり、高校だったりでしっかり経験して、ある程度下積みがある子たちだと思うので、プロになって、 こう、なんだろうな。まあ、試合には絡めてなかったりしてる状況の中で、こう、相模原のために来てくれたとは思うので、まあ、いい経験になるだろうし、まあ、いい経験だけじゃなくて、 まあ自分が将来どうなっていくのかとか、ここでチームを残留させたら、こう自分の価値も上がるっていうのも多分分かってると思うので、技術的にはしっかりしてる選手が多いので、安心はしてます。うん、ああ、やっぱり、高校の先輩のしゅんですけ、俊介さんのキックはよく、 あの映像を見るんで、今でも見ます、まあ、同じ左利きです。マリノスでは生で練習とかを見ながら、なるほどっていう風な経験もできたんで、まあずっと参考にしてます。<noise> 個人的にはもっと、もっともっと結果を出して、存在感を出していきたいですし、 こうまだまだやれるっていうところを証明したいと思います。チームとしては、まあ、残留も含めているので、厳しい環境、チームとして、クラブハウスもないし、練習場もないしっていうのを、こう、まあ、変えるには、こうやって残って、まあ、ちょっとでも分配権を大くして、とかが必要になってくると思うし、 誰かがやってくれるんじゃない自分と次でそういう状況を作っていけるようにしていきたいなと思います。はいはい、ということで、はいえー、藤本選手のインタビュー見ていただきましたけどもやっぱり印象的だったのがいやまあその結構相模原は年齢層が結構。 ババラバラというか、はい、結構ほんと若手と中堅とベテランとで、はい、っていう中で、まあ、ベテランそれこそ稲本選手とか兵頭選手とかも入りましたけども、はい、やっぱね年齢のことを言われることが多いですけど、はい、いやまだまだやれるんだぞってところ俺はこれは見せてやりたいんだっていう何でしょうこの なんですかね、若手選手に話聞いてるくらいの<ー>この何でしょうこのまだまだギラギラした感じがすごいこのインタビューの中でも、はい、結構藤本さんちょっと淡々としゃべるような感じなイメージもあるんですけどまだまだやれることを俺は証明したいし、はいはい、もっともっと上手くなってやりたいんだっていう話をすごく熱っぽくしてくれたりして、うん、すごく何でしょう印象的な言葉が多かったなっていうところですね。まあ、や,っやっぱりこう相模原入るまで ちょっとこう、無所属のね、うん、時間があって苦労したじゃないですか、はい、まあそういうね日々をやっぱり乗り越えて、今はまだね、まだまだできるっていうのをやっぱ見せてくれてますから、やっぱりね、やっぱ年齢は関係ないっていうのはね、本当、うん、そこは本当藤本選手のプレー見て、そこは強く感じますよねあと僕、だからこれ、再開だから8月は全部そのオリンピックが終わって再開してからの4試合になるんですけど。はい あのーまあ、その中で、一発目、栃木戦で僕その、それこそこの週間表彰で栃木とは00のドローだったんですけどいや相模原、変わったなって話、はい、この時奈良さんとでしたっけ北条さんとだったかちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけど。とだったですかねていう話で。 っていう,ふうに僕も感じたんですけど、うんはい、って話もさせてもらって1週間ぐらい実はキャンプやってて,って話をしてくれてあの「練習きつかったですか?」って言ったら、はいや「だいぶきつかったですよ」っつって。<laughs> けどそのどうやってボールをゴール前に運ぶのかみたいな、うん、趣味は結構できてるからやっぱ攻撃のイメージをより共有しようみたいな話は大監督と一緒にできたみたいな話はしてましたね。だからややっっっっぱぱりり監督てててすごいなっていなううののは改め人違中での本当に、はい もう何ですか新しいチームって言っても過言じゃないと思うんですよ。うん、はいそうですね、うん、でそういう,こう生まれ変わった新星相模原を今本当にこうねサポーターも,もう残留できるんじゃないかっていうぐらいのね、うんうん、そういう,こう期待感がこう高まってるチームなんでそうですね、うん、やっぱり講習ともにやっぱりあの4番がねもっともっと引っ張っていってもらいたいなと思いますね。はい まあ最後にこれインタビューでもおっしゃってくれましたけどやっぱりあのま,あまだまだクラブとしては発展途上といいますかまあ初めての J2 でそれこそキャンプもや,あのやりたいけどなかなか場所が確保できなかったりとかまあクラブハウスとか練習場がまだ自前のものがねないっていう状況やっぱ変えるのはまあ今シーズンやっぱ残ると分配金とかもらえるっていうところでまあこれそれこそこの記事のタイトルにしたんですけどまあ誰かがやるんじゃなくて自分たちがやるっていう話を最後にしてくれたので。 まあそれはすごくやっぱベテランとしてまあ分かってるなっていうところは <laughs> と感じましたね、チーム全体のことを。はい言葉に重みがありますね、一つ,一つ。ですね。しすということで、相模原もね本当に勢いが増してきてますので残念だったはでね。ということで、ぜひ皆さん、藤本選手のインタビュー、リンクも貼りましたので、ぜひ。 読んでいただけると。ああ、仕事。とはい、えいいよな、毎日な。あ、でも、これもあと残すとこ九十、十一、十二はやんのかな。多分十二はない。あと三回かな。いや、でも、ね、どの選手が選ばれるか。うん、楽しみですよね。うん、そうですね。はい。はい、まあ、これもなんか週刊 g ェツーの結構。あの、こ、恒例みたいな感じのスキーチ、ね。月一、うん、で、ね、インタビューしやってきているので。はいはい、はい。また9、九月十月と。楽しみにしていただければと。はい

ライブのとこを押していただくと多分 YouTube が来てます、来てます、来てます。やべえ、これでやばい時間使ってる、時間使ってる、時間使ってる。もう出てるんですよね。皆さん、出てるんですよね。出てます。どっから説明しようかな。まずクロス、藤山選手、秋田の2点目ですかね。 中盤からボール運んで、まあ多分あれ、沖野選手に当てて、でなんか前回の,そのベストクロスターの半田選手だったんですよ。山口選手ですよね。はいで,はい、で、あのギリギリでちょっとビニさんに合わせたゴールで、これはやっぱり藤山選手もギリギリでクロスを入れて、うん、竹選手にや、ニアに。 ドンピシャのクロス、はいうん、あれは僕はうう、ああいうぎりぎりのところとクロスっていうのは好きなのでこれでもね、ミシンさんですよ <laughs> 確かに、ね、僕もこれ、いつも奈良さんから情報を、まあ、もらって僕がこの画像を作るんですけど、はい、いやー、これ今週誰送ってくるかなと思っていや、本当に真当、ね、タリ選手、小暮選手、森、まあ、選手とか沼田選手とか。うん どうしようかと思ったんですけど <laughs> やっぱり、なんですかねぎりぎりでこう頑張った、はい、頑張った後のクロスっていうのは、うん、本当僕も好きなんでこれを本当に、はい、もう紙一重です、紙、はい、一重の、まあ、藤山選手のクロスと、まあ、あとベストゴールは、まあ、やっぱりこれぞロングカウンター。 まあこれミカ選手の州とかですよね。で、えー、石井選手が、えー、石井選手が藤本選手に預けて、そうですよね。はい。で、はい、そのままスプリントで走り込んで、で藤本選手が少しこう中に行って相手を国いつかせたところをこう後ろから追い越してでもらったじゃないですか。はい。そこまではいいんです。そっからです。 これはサッカー少年少女に見てほしいんですよ。も、ま、うあそこまでこうスピードかけて疲れてるのに、軸足もしっかり踏み込んで、うん、ここにこう低いシュートを決めてくださいっていう、それを僕の理想を全て、はいこうなんですかこう完成させてくれた、うん、まあそのぐらいな素晴らしいゴール。いやそうですね、すごいいいカウンター。 アタックでしたね熱<あ>、はい、く語って、開運後初ゴールということでい<や>、まあ、いろいろベストゴールありましたけど、うん、僕は石井選手にベストゴール、はい、あとはやっぱりベストプレーヤーは、これはもう、たらればないですけど、若原選手、あれを止め,、まあ、止めなかったらちょっと分からなかったかなという、PK を、はい。P うんまあ、時間帯的にもちょっと前半、それううこそちょっとリ金をされてたんで,、はいはい、で1ゼ0から、うん、あれで2ゼ0になったらちょっとわからなかった展開でしたしそうですね、それが、まあ、ベストチームも3が選んでいたただきましたけど、はいまあ、やっぱりそのホームの雰囲気もそうですし、うん、まあやっぱ0ロ1から、ね、やっぱ逆転勝ちした、やっぱりこうなんですか勝ちきれないゲームが2試合続いてたじゃないですか。はい やっぱり絶対こうこの試合だけは絶対にものにするってうこう執念をやっぱり感じた僕、うんえー、今節はゲームだったかなと思って、はい、サンガをベストチームに上げさせていただきました。まあ、本当、このベストプレーヤー、若原選手って、どこからのチームの成績にまさにつながったといいますか、はいそんな感じです。はい、はい、では、じゃあ僕なんですが。ははいさん、はい、はい 石井さんも楽しみなんですよね。よねまあ、これ僕いつも奈良さんに言ってはないですからね。はい。そう、そうなんですよ。そうなんですよ。はい。はい、ええー、まず秋田一体ですね。来ました。秋田一体です。はい。まあ、やっぱり水戸がここに試合すごくいいゲームをしてた中で。はい、まあ、木場監督も最後ちょっともう、なんかあるあるですねみたいな。こういういい試合した後の次の試合。たなことは。言ってましたけど <laughs> 言ってましたね。言ってましたね。 まああのね、それこそすごくいいゲームをしてた、伊藤を相手に、この前半で、ね、理想的な、まあ、すごく早い時間帯にポンポンって取れたとこからの、まあ、スタッツだけ、ね、見たら、そのあと、伊藤が結構圧倒みたいな感じでしたけど、秋田、はい、らしさが、えー、出た一戦だったかなという気がします。はい、でベストプレーヤーは中原光る選手ですね。いいさん大好きですよねなんか、キレキレじゃなくて、キレけキレだったんですよね。 わ <laughs> <ー>かります。ますそのその言葉使いわかります <laughs> ちち。ちっちゃいちちっゃいツーが入るぐらいのきれいだったんではいはい、はいはいはい、いや、俺、それこそ、奈良さん、クロスは中原選手の一点目っていうか、ビニ選手のあのクロスかなと。あれすごくなかったですかあ,あの右足右足勢、ね、とか含めて、そうなんですよね。ちょちょっとなんか意外性のあるクロスうん、そうですね。あれをこう右足でね、あそこにこう入れられるクロスっていうのは、まあでも本当、コンセこうたくさんあったんで。 まああのフェイントと言いますかフットサルとかよくありますけ一回止めてねあのワンフェイントでえかわしてからのクロス。では2点目、アシストには公式ならないと思いますけどまあ,あのスルーパスは見事でしたね。でしたね、あれは本当に2ゴール絡みましたもんね、はい。でベストゴールは高橋大吾選手。知ると思いました。<laughs> これはもう文句なし文句ななしじゃいです。かかなんか 中村しそれこそさっき藤本選手のインタビュー俊輔選手の話ちょっと出ましたけど、はい、俊輔選手ぐらいの腰のひねりいや本当に、はい <laughs> はい、なんかこう,もう世界にいいんじゃないですか発信してもあのシュートはいやーこれは見事な、まあ、高橋第五ゾーンではあるんですけどちょっとあの蹴り方とコースと含めてちょっと完璧だったで,うですよねもうヤンツーさんも言ってましたもんねいししはい、はい、監督インタビューでうーん 一番ね、やられてはいけない選手にやられてしまったと。そうですね。はい、まあ、でも、警戒すべき選手と言われながら、やっぱ決めるのが、いやー、もうすごいですね。エースというか、さすがですよ。という、見事なゴールでした。いはい、はい。では、えー、週末の試合を振り返っていきますけど、まず、まあ、ちょっと僕がベストチェームまずあげましたが、秋田一体で勝ちました。はいはい。はい これはもう本当に何ですかやっぱり秋葉監督もサッカーあるあると言ってましたけど、まあ、新潟、山形と、ね、握るチームに対して、まあ、秋田が、やっぱりこう、まあ、秋葉監督も言ってましたけど、やっぱ試合を壊すような、まあ、チームとこうやるゲームの中で、やっぱ前半立ち上がり、やっぱり吉田選手が、うん、やっぱりこう、 秋田が、うん、先にね、うん、やっぱ点取ったっていうのは非常に大きかったかなというふうには思いますね。うんまあ、あのいまあ結果的に決勝点っていうところもありますし、はい、まあその後ね PK なんかもありましたけども、はい、まあ本当に、まあ、まあ秋田がやってくるサッカーは基本的にはもうぶれないっていうところが何よりの強みで中央、はい、固めてねうまく水戸の攻撃も遮断しながらもちろん水戸にもチャンスありましたけどもなんかその90分の使い方みたいなところを含めて、まあ、ちょっと秋田が。 一枚上手というような印象のゲームだったかなと思いますそうですね、本当に、ね、ボールは水戸は支配してましたけど、やっぱり要所要所でしっかり秋田がね、うん、やっぱそこは守り切ったところもありますし、やっぱりそういう中で、ねあのまあ、藤山選手からの、うん、クロスから竹選手と、後半も、ね、変わった中村選手が、まあ、PK ではありますけど、 ね、こう奪い取って、まあダメ押ししたっていう中で、本当にこう飽きたらしいというか、うん、そういうこうゲーム運びだったかなと思いますけどね。はい、うんえー。得点は偶然の産物ではないまあ無失点も偶然の産物ではないという,う,んと,いうところですね。はい。さあ、本当そうでしたよね。はい。だからほん、なんですかね。すごく <laughs>、まあやっぱりね。 こう水,戸もね、水戸らしさというかやっぱエリア内に入り込んで、うん、シュートまではいけてたと思うんですね。はい、まあでも、そういう中でも本当体を張るとか,だから本当にもう今シーズンねもう、あのー、すごく皆さん言葉が出てると思う秋田一帯でねみんなで守り抜いていうところ後半途中から前線の選手も変えて。うん その前のパワーもこうやっぱり緩めずに、まあ、そういうところをやっぱりきったとっいうところは非常に本当こう、まあアウェイの地ではありますけど秋田全開かなと思いましたねいい流れで来ていて、ね、あと、のーまあ、で栃木の試合も振り返りますし次節言いますけど次、北関東ダービーですから、はい、まあちょっとこれは楽しみな一戦になりますし、まあ、ちょっと秋田とスタイルは似たいような相手というか。はいはい になるのでちょっとやっぱ前節からのギャップをかん選手たちがど,どう感じてたのかちょっとわからないですけども、まあ、ちょっとねこういうスコアになってしまったっていうところでなんかまあもう一度気を引き締めてと言いますかまた、ね、熱いダービーになると思いますけども秋葉監督もやっぱりこう試合後のインタビューは少しこうおかむりなところもあったんでまああのー、笑いながらいはい、ま,まあ気を引き締めて事実、はい、の北関東ダービーはねはい 迎えてくれると思います。そうですね。はい、はい、あのー、まあ絶対にアライバルとあの試合後のインタビューを見ちゃう監督ダービーだったんですけどね。<laughs> 間違いないです。いや本当間違いないです。<laughs> そのぐらいは,、ね、はい。そのぐらいうんなんかすごく見応えはありましたね。いろんなところ含めて。はいはい。はい、ではえー、次岩田ですね。岩田タ行きましょう。はい。逆転まあ京都も今節は逆転勝ちでしたが。 えー、さん、はい、なんかもう、祝った、なんか、んですかね、したたかというか、そうですね、こうなんか先制されても動じないというか、うんうん、どっしり感はありあますねなんかそういうゲームにあー、チームになりつつあるかなっていうぐらいな、うん、僕、だから、ジェフも悪くなかったと思うんですよ。 まあ先生も、はい、できてま,、ね、ま PK でありましたけど、末桜選手がねあそこまで運んで、ね、はい、ファールもらって、まあ、三木選手の神のコースで、うん、いい時間帯で折り返したじゃないですか。でそこでもすごく動じずに、ね、後半も本当にこう、まあ、こうゲームをまあ運びながら、うん、やっぱ少しこあの左右の、えー、ウイングバックを変えて。 はい、まあそこから少し時間が経った中でのやっぱ小川大輝選手、うん、僕もだから坪井選手が僕だからねあ坪井、坪井選手じゃない、坪井さんの解説の解説が、はい。あなた、予言者ですかって言いたくなりましたよ。<laughs> いや、右の方がいいっていうその直後でね、うん、まあ僕も本当、そこを思ってたんで、うん、小川選手が決めて、やっぱルキアン選手のね、 やっぱ終盤でのやっぱり2点っていうのは、まあ、そこも非常に大きかったかなと思いますねまあ3点目はちょっとね、もうあれは前上がかりになってたところ、はいね、一発カウンターみたいな感じで、まあ、2点目のちょっと高野選手、途中からね、それこそまあ今季、途中から F ・マノスから入ってきて、まあ、彼のやっぱ突破力とか、こ、はい、の守備力みたいなやつはもは屈指だと思うので、はい、まあすごくいい流れからの決勝点でしたね、ルキアン選手のゴールは。まあ本当にこう、まあ、流れもありましたした そういう中で本当に努められる力もありますし、うん、あとやっぱり大森選手かなまあそれこそ山田選手がね、はい、前節怪我をしてメンバーいない中で、はい、まあ大津大森でしたけどちょっと <laughs> なんでしょうこの時間と空間を彼はなんでしょうこの掌握する やッとさんとともに、ね、はい、<laughs> ちょっとこの操る力っていうのは、どういう試合でサッカーしてるのかなっていう、すごい気になる、うん、個人的なプレイヤーなんですけど。そこは本当、間違いないですし、<laughs> はい、まあ本当に、なんですかね、改めて人いるなと思ったのは、やっとさんに変わったのが、今野選手ですし、はい、まそういう中でね、大津選手とあって、金子選手が入ったりと、うん、やっぱ人がいる中で、本当にこう勝ちきれる。 だから再開後って結構先制されてるゲーム多くないですかグってああそうですね、なんかあのそれこそ全然失点しない日みたいなとこからちょっと出したような気がしますがまあ確かにそうですね、金沢戦、うん、まあ相模原戦は追いついてか、そうかそうか、どうですかね、まあ、ベルディ戦は先制されてるのか、そうですよね、うん、そういった中でも、えー、ね、この勝ちをね 取ったの大きいですし、ジェフも、ね、チャン・ミンギュ選手が出場停止の中で、はい、まあちょっとね、やっぱりこう大輔選手が、うん、キーパーにねちょっと返そうとしたちょっとバックパスがね、まあ、そこを失ってっていうところもありましたけど、まあ、でも先制しただけにね、まあ、残念なゲームだったかなと思いますけどね。 1>, まあ1点目のところはまあ1点目のところはちょっとまあミス絡みでありました、ねはい、まあ結局あそこでプレッシャーをそれこそ変わって後半のねちょっと体力的にもちょっときつくなってくるような時間帯にしっかりかけてきたところのやっぱ1点だったんですごく価値のあるプレーだったなというふうに思いますしまあやっぱコメントでも本当来ている通りでちょっとやっぱまあ今節やっぱ岩田さんがの2チーム12、はい、が。 改めて強いなって感じる説でしたね。ちょっと。うん、両チーム逆転があるじゃないですか。まあ、そうですね。こ、うん、ういった中で本当に。なんですかね。こう今シーズン振り返って。なんか今節がちょっとこうターニングポイントになるぐらいな。そうですね。なん,なんかそんな気は。2試合だったかなと思いますね。うん、僕もちょっとそんな気が。しております。はい、まあ、改めて先週そうの暑さ。あと、まあ、本当同時代。 えーまあ、90分の中で勝つっていうところをすごく体験にしたで、ねえー、一戦だったのかなという感じ、ね、本当大きかったですね。いやでも、はい、もうルキアン選手がやっぱりすごいっすよ。<laughs> まあちょっとルキアン選手は、ちょっとまあ改めて言うまでもないですけど言うまでもないんですけど <laughs>、はい、やっぱりすごいなとつくづく思,、はい、思いましたね。そうですねはい、はい では、えー、次ですね、ベルディーですね。はい、やっとですねやりましたね、ベルディーが。ようやくですよ。だだ前節、僕、あの解説をさせていただいて、大宮戦。はい、で後半はもう、ほぼほぼベルディーが一方的にこう押し込んで、はい、1>, 1点返して、最後も、あれ、荒井選手かな、クロスバー。あそうですね,、あのーですよね 本当にラストでごちゃごちちゃゃってなってて、ね、な、はいはいまあ、そういう中でやっぱホーム帰ってきて、はい、なんですかね、やっぱりこう取り戻した感じはあるかなっていうふうには思いましたけどね、うんまあ、久々に、シドキもそうでしたけど、まあ、オリンピックの関係があって、はい、まあ約3か月ぶりぐらいですかアジスタでまあゲームができるっていう中でまあアウェイの、まあ、いわゆるロードはまあ勝てなかったという。 うん、でそれこそ,その一発目が松本でしたけど、ね、ああああっていう中で、まあ、ようやくやり返したというか、うん、まあここの方も一発目ってなんでしょう、サポーターの方も期待してたと思うし、すごく大事なゲームだったと思うんですけども、そうですね、だから、ね、前節、山口選手が怪我してしまって、はい、で浜崎選手が出場が、ね、できないじゃないですか。うん そういう中で本当に前半のね、やっぱ小池選手の俺ね、だからベストゴール、ミーさん、俺、こっち来るかなと思ったんですよ。ああ、なるほど。もう本当に実況の河村さんも往年のバルセロナだってったぐらいな、もう見事な崩しでしたし、やっぱり後半もね、やっぱりこう終盤に運動家選手がセットプレーではありましたけど。 まあそういう中で本当にしたたかに、ね、決めきったっていうのは非常に大きかったなっていうのと、うん、やっぱりこう代わりに入ってきた選手も攻撃,攻撃的な選手で、はい、やっぱりその選手たちが本当こうパワーを出してましたしその色っていうのも本当に出ていたと思うので、うんうん、やっぱりこう、まあ、複数得点クリーンシートでやっぱり勝ったっていうのは非常にベルディから見ると大きかったと思います。はい ちょっとだからあとは大丈夫かなと思うのは山川がちょっと大丈夫かなっていうのは。まあ松本はこれでやっぱ失点がどうしても多いっていうところと、はい、まあかといって得点がめちゃくちゃ取れるような感じでも正直ないと言いますかそうですねだからねあの一人一人は本当にこう全力でやってると思うんですよ。はい やっぱり、まあ、そういう中でやっぱりそれがこうグループになってないというか,、うん、なんか攻撃もなんか単調なところもありますし、まあ、単調単発というか、まあ、迫力もこうないですし、うん、そういう中でやっぱ守備もちょっとこうどっから奪っていくのかというところもちょっとこう見え隠れしているので、うん、だそういうところがこう全体ではまってなかったなというふうには思いましたね。 そうですね、まあうん、結果2 0でしたけど結構、後半もう2、3点取られてもおかしくないぐらいだいぶカウンターとか結構、滑られてたんで、うん、まあそれこそ攻そ守一体みたいなところが、うん、まあここ最近の松本でいうとまあどうしても見れないっていうところが、まあ、今のこの成績につながってしまっているのかなというふうにやっぱり、まあ、過密だったじゃないですか。 まあ火曜日でもそこでねあのやっぱりこうまあ勝ってなかったですけどまあドローにして、うん、まあいざっていう中での、まあ、この試合だったので、うん、やっぱりなんですかねやっぱりねベルディの方はいろいろあった中で、はい、ここホームに帰ってきてそのメンタル面っていうところでもやっぱりやらなきゃいけないっていうのはやっぱこの試合なんかチーム全員がすごく。うんうん 見せててくくれたたなっていうのはすごく感じましたねそうですね。うんだったのでまあ両チームともに、まあ、正直調子がこの節迎える時点までは全然、はい、いいとはお世辞も言い切れないチーム状況だった中で、はい、まあどっちに転ぶかなっていうところでしっかり勝ちきったのがベルディで山形としてはもちろんチャンスはありましたけど。 まあ結果ゼロだったし、そしてしてるしう、そうな,んね、まあなんか収穫的なところ、まあ、途中から富山選手とか山口選手がかき回した感はありましたけど、まあちょっとその、ね、一体感みたいなのが、やっぱりどうしても、うん、感じなかったかなという気がしますね。松本は本当にうちの息子の先輩が結構いるんで、あはい、なんか <laughs> やっぱ頑張ってほしいなっていうのは、<laughs> はい、すごく思います。 まあちょっとやっぱりどうしてもねあのそれこそ結構ドローでもやっぱ勝ち点を稼ぐことが本当終盤大事になってくるので、そういう意味ではちょっとやっぱ負けがどうしても混んでるというのがちょっと気になるところですかね。二次応接な切った線ぐらいですかこのスカッとしたゲームはそう,そうですよね。うん。だこれでやっぱずる、ね、うんこれでやっぱずるずるいってほしくないなっていうのははいすごく思いますよね。そうですね。はい。 という中でまあ、ベルディはちょっと、まあ、まだまだ結構そうなんなでしょう貯金があったんで、比較的ベルディは勝てない時期長かったですけど注意はキープできているっていう感じです、ねはい。ここからですね、ベルディは。では、えー、新潟、山形ですね、まあ、この週末のやっぱり一番なんでしょう順位的にもここで負けたら正直脱落ぐらいのシックスポインターだったかなと思いますけども。はい、モンテサポータータますか ンサポータータ <laughs> 気持ちよくこの配信をなんとちょっと迎えられることはでき,<え>できませんでしたけど、週末は本当に週末はいろんなこう見どころが、まあ、僕的にはやっぱ両サイドのマッチアップ感、うん、やっぱ本間選手と半田選手とか、うん、あと、川山選手と、まあ、藤原選手とか、はい、まあやっぱりあと、まあ、中原選手と堀米選手とか。 うん、まあそういう,こう1対1のこうマッチアップっていうのは、非常にこうまあ見応えはまあ,ありましたし、でそういう中で本当にこうゲームとしてプレイ強度も高く、まあ、切り替えの素早いところとか、うん、まあ局面の攻防の激しさとか、まあ、そういうところは本当に最後まで続いてたので、なんか極上のエンターテイナーを見せてもらったなっていうゲームでしたねまあ見応えはすごくある90分間でしたし。はい まあ早い時間帯に点も入って追いついてまあひっくり返してっていう中でまあ山形もね一時の連敗、ああのあ連勝が、はい、止まりで、まあ、それこそ新潟もちょっと勢いがなくなってきている中で本当これ勝ったチームがまあも,うもう一個上のステージに行けるみたいなまあそういうゲームの中でしたけどもまあやっぱりいい守備からのいい攻撃っていうのがそれこそ今日の試合はちょっと残念ながら出せなかったっていう印象ですけどまあそれがこの試合に関してはで,できてたなっていう。 感じですね、まあ、本当にそこはね本当思いますし、まあ、そういう中でも、ね、新潟はねうまく、まあ、立ち上がりから、うん、まあ背後というか、うんね、山形がこう変則的に攻撃をしてくる中でやっぱサイドバックの裏っていうのは、まあ、そこを本当に、まあ、狙ってはいたと思いますし、うんまあ、そういう中でね、はいえー、谷口選手が決めて、まあ、でもやっぱ前半ですかねあの右サイドの2人のやっぱコンビから、うん、ビニさんが決めたっていうのは。 まあ非常に大きかったのと、うん、あと後半もねやっぱり決めるべき人がやっぱ決めたなっていうのは、はい、なんかものすごく、まあ、感じましたよね。うん、まあ本当ミッシーさんが言いましたけどそのやっぱ前からの圧力の強い守備っていうのは本当こう聞いていたと思いますしでそういう中でやっぱりこういい攻撃っていう、うん、まあ仕掛けがあった中でやっぱりモンテは逆転。 できたかなっていいう,うに思いますすね、うん、そうであやっぱちょっと新潟それこそ前節が北九州戦ですよねだからまあホーム、はいね、連戦で、ね、それこそ、まあ、北九州もちょっと調子を上げてきているけど、うん、まあ比較的下位にいるチームで山形もちょっと一時の勢いを失っているっていう状況の中で、うんうん、本当に一二位に食らいついていくためにも、まあ、あと順位表見ますけど、まあ、本当と 2と3がだいぶ離れてしまったっていうところはありますし、すね、まあ新潟はやっぱどうしても、ここ最近のアルベルト監督のコメントとか聞いても、まだちょっと歯切れの悪いというか、う課題は絶対もう明白にそれなんですけど、ーはいはい、シーズン最初はやっぱできてたことだったりするので,余計なんでしょう、よけい難しいというか、歯がゆさというか、そうですね、ね<ー>うこういうところはね、やっぱり逆転されて、やっぱ後半、やっぱツートップ気味にして、ーまあツートップにして。はい まあ決定機もある中でっていう、うんまあ、そういう,こう中でやっぱり追いつけなかったっていうのは、まあ、非常にこう、まあ、厳しい、まあ、ゲームでしたし、うんまあ、ホームでもあったのでね、はい、やっぱりその、うん、ホームでやっぱり逆転負けしたっていうのは、うん、非常に、うん、ダメージは大きいかなと思うって、うん、そうですね、ちょっとやっぱり、なまあ、サポーターの方、本当になんでしょう、なんか逃げ切らない気持ちは。はい かなりあると思いますし、うん、なんでしょう、なんか本当、最近新潟はやっぱ終盤戦のロングボールが本当、多いような気がしてて、そうなんですよね、うそういう中で、まあや,ってきまあ、やっぱりこう結果っていうのは大事ですけど、ね、や,やっぱりこうやってきたことっていうのは、やっぱりシーズン終盤でもね、僕、出してほしいですし、うん、それがやっぱりね、まあ、どのチームもそうですけど、まあ、 アルビレックス新潟だと思うので、うんうん、やっぱりそのねそういう,こう戦術を信じてやっぱ選手はやってると思いますし、うん、そこはブレずにやってほしいなと思いますけどね。 そうですねまあ去年もやっぱりどうしてもちょっと一時期勝てなくなるとちょっとずるずるいってしまうというかうっていうようなゲームがやっぱどうしても多かったので、はい、うんまあ現状としては3位をキープはしてますがまあもう全然安泰ではないというか勝ち点51軍の中ではちょっと一番今心配かなっていうような気がしますね。はい、下かかかららら来来来てててまますすすねねねそうです、ねはい、来てるチームははい まあ、あのゲームとしては、まあ、結構、に、ある、あえっ、ー、と、山形がアウェー新潟っ,っていうと、なかなか勝ったことがない。というような、歴史が、あったそうですけど、うん、まあ。気持ちのいい逆転勝利。また、あ、やっぱ山田、選手、ちょっとベンチのね、時もあったり、しましたけども。やっぱ、まあ、彼が、決めてくれるとって感じですかです、ね。まあ、そこに入り込んできますからね。そうですね。は、う、い、んうん。だから、レモンっ山田幸太選手らしい得点でしたし。はい。いや、本当に、これは、うん。 ねまあ、あのー、また決めるべき人がね、うん、まあこの山モンテも取ったかなと思いますけどねそうですね、うん、はいまあ見応えのある両チー特徴があるチームでしたので本当に、はい、最高のゲームでした楽しい一戦でしたねはい、はいえー、では、えー、次三ガなんですがはいまあこれもちょっと岩田の感想ともほぼ一緒なんですけど 三月よしという <laughs> 感じでしょうか。ええー、だから、本当に、まあ、スコアは。二対一ですけど。はい。それ以上っていうか。うん。やっぱり、なんか、やっぱり、り琉,琉球も怪我から池田選手とか。ね、沼田選手とかが。まあ、帰ってきた中で。なんか、我慢強くっていう展開だったじゃないですか。はい。まあ、そこで、ね、やっぱり、沼田選手のピンポイントから。 阿部選手が決めて。で、まあ、そこから、まあ、我慢強くっていう中で、まあ、PK ありましたけどね。うん、うん。まあ、そこでこう、まあ、若からが。まあ、せいで。た、ウタ選手の PK も、だから僕ね、まあ、どの選手もすごいなと思ったんですけど、やっぱ,つやっぱ改めて思ったら、川崎選手。なあ、そうですね。まあ、PK 取る一点目にもつながってますし。はいはい、はい。奪えるしたら。 どこだっけなチェックしたんですけど、後半のなんか立ち上がりぐらいに京都が高い位置で囲い込んだ守備が、うん、まあまあ強烈で、うん、あれもだから川崎選手がスイッチを入れて、でそこで奪い切って決定機まで行ったと思うんですけど、まあでもそのぐらいやっぱり何ですかね、サンガスタイルは全開かなっていう。いや、ちょっと、うん、後半かなりそれこそ。 もう琉球はあそこまで圧力で封じ込めるのは正直なかなかできないことというかちょっと改めてそれで <laughs> 強いなという印象は立ち上がりはちょっとやっぱりサングがなかなか良くない中でまあそれこそ1失点でとどめたっていうところがまあ何よりもまあ奈良さんが若原選手を挙げていただきましたけどうんまあそういう中で悪いところはしっかりまあ最小限で篠崎、うん。 っていう中でちょっと後半のやっぱ圧力は、まあ、最後は私の点入りましたけど、はい、まあどっからやっぱこれ入るかなっていうなんか予感はすごくする後半でしたね。そうで,すねまあ、でも見てて、うん、いやこれ我慢できるかなっていうぐらいだったんですよ。もうこれで終わりかなっていう中で張さんもね言ってましたけど張の督も言ってましたけど、あのー、白井選手の、うん、まあシュートかクロスか分からない あのボールを、まあイスね、やっぱりイスマイラ選手がね、うん、あれを決めたっていうのは、本当にねさんもやっぱりアンフィールドの雰囲気とかね、そこは言ってましたし、やっぱりすごくなんですかね、なんか、等々力劇場じゃないですけど、京セラ劇場だったのかなっていうふうには、なんか思いましたけどねそうですね。 最後のところも、ちょっとやっぱサイドチェンちょっと若干ずれたりとか、白井選手、ス介のはシュートだったのかみたいなことは調査、言ってましたけど、それもなんかすべて全部うまくつながったっていうところがあれで三沢選手からの、そうですねれちょっとずれて、白井選手が途中で変わって出てて、カットインからのシュートだったのか。クロスかかんないいですけどは それを決めきる力もありますしね、うん、ちょっとねこれは3がそれこそちょっと先週は甲府に0ロ3っていうゲームで山がまあかみついてるとこもあったしアウェー点戦っていうとこもあったので、はい、まあドローっていう結果でしたが、うんはい、ちょっとこの説は本当にそれこそこのあとあと残り数まあ3分の1。 っていう状況の中でなんか語り草になるような勝ち方ゲームだったかなっていう気がしますね。本当にすごく執念感じましたし、はい、コメントでもあったんですけど、うん、女の子が泣いてたんですよああ抜かれてましたね。ちっちゃい子が、うん、そのぐらいやっぱりこう感動やっぱさんがサポーターに感動を与えてくれたゲームだったかなと思うので。 これあの女の子は週刊術見てくれたら嬉しいなっていうのはもしいたらコメントしてください。そうなんですよ。家族でもいいと思うんです。確かに、ね、<laughs> なんかね、その後に、泣いた後にちょっと、なんか引きの絵で、なんか、家族で来てるのは分かったんですよ。ああ、はい。だからもしね、あの、ご両親でも見てくれたらいいなと。確かに。それはないかな。もしいらっしゃったら。あまあ、そのぐらいだね。<laughs> 劇的な展開でしたからねいやーそうっすねー、うん、あとその川崎選手はもちろんほんとすごいのと、はい、あと三沢選手、はい、福岡選手のこの何でしょう流動性というか、はい、彼らの強度の高さみたいなとこはなんかちょっとすごいですね、うん、なんかこれ44にしたじゃないですかはいはいでそこでそこで中盤の4枚がほんとこう流動的というか そういう動きをしてた中でだったんで、やっぱりタフに戦ってるなっていうのは正直思いましたね。ちょっと川崎選手のコメントでも田中碧選手の時のとか、僕はねやっぱ田中聡選手その前のうまく合わせた感を感じるんですよ。 これゃすごかったっす。いや, <laughs> ないや、でもハイレベルな感じでしたよね。<laughs> いや、そうですね。でも本当に竜球も耐えられるかと思ったんですけど、あと、ほらリーヨンジス選手がね、ちょっと怪我で変わってしまったので、怪我人が増えてる中でね、まあ、これ以上怪我人だけは増やしたくはないなというういま、ね。まあ、やっぱ池田選手が入って、はい、武田選手が左、はいえー、あ、久美さん右,右かな はい、風間選手が左になって、またなんかね、阿部、はい、選手が、なんかいつもよりかやっぱ生き生きしてたか、僕はそうですね、だから本当に、うん、なんですか、こう使えるような選手がね、お一、はい、人こう入ってきたっていうのもありますし、まあ、あとやっぱり、こう、武田選手と話がありますけど、荻原選手のちょっと2人のバチバチ感っていうのも、2>, うんはい、2人でもやっぱり、ほら、 ね、浦和からのレンタルって、うん、た一緒にはやってないと思うんですけど、はい、そうこをチちば感が感じやっぱりこう代わりに入った選手、やっぱりこう怪我からまあ復帰してきた池田選手もそうですけど、まあ、そういう選手たちがま,あまだフレッシュではあると思うので、うん、ま,あまだまだね順位的にはチャンスはあると思うので、でも、はいうん、ここで終わってほしくないなっていうのを。 正直な感想ですね、そうしてまあ本当、はい、紙一重でしたけど、まあ最終的にやっぱ勝ち切った強さっていうところが、まあもう最大の功績、まあ何よりのらしかなという。素晴らしかったです。かいいじゃあ次はですね、栃木,、はい、栃木が今季2度目の3連勝ということでもうあれじゃないですか、もう、な前説そうですけ栃木スタイル、ね、こう全開というか。 そういう、まあ、中でやっぱり前半から立ち上がりからそういう,こう動きを見せた中で、うん、まあでも岡山も慌てずに、まあ、そこはやっぱ対応してましたし30分以降かな、うん、やっぱりあの岡山の、まあ、時間帯も作れていたっていうところもありましたけど逆に栃木が前半そこはなんか割り切った守備で、うん、まあシュートもこう打たせていない,い印象を受けたので。 まあ踏ん張っていた中で、まあ、後半やっぱりちょっとこう、クイックリスタートで、うん、右から、ね、左にこう展開して、はい、まあ森選手のピンポイントで、いましたね、いま,したいましたね、あの方あの方がいました。決めちゃいましたね、<laughs> しかもすごいコースでしたね <laughs> も。もう柳選手しか決められないんじゃないかぐらいな。<laughs> はい そんぐらいな感まあだから内容としてはそれこそこのあとパージアノが結構押し込むみたいな感じの展開になりましたけどまあ栃木が本当によく体を張ってたしこの2連勝の流れをうまくかん続けているというか、うん、まあ特にねコメントにも来てますけど、まあ、乾選手柳選手のこの, <laughs> あの死んでも止めるという <laughs> この気迫あふれるブロック。 やっぱどうしてもこの辺が元気がないとやっぱ栃木の成績がどうしてもあのイコールならない部分はあると思うのでやっぱ1点取って、まあ、勝つ完封っていうところで、うん、まあ栃木らしさ、まあ、な僕ちょっとベストチームで栃木あげるか秋田あの、はい、飽きげるか結構迷ったぐらい、はい、まあその2チームの良さがすごく出た説だったかなというふうに思います、うん、本当に、ねうん、終盤かな三國選手入れてまたさらに、ね、高い三脈が増えて。はいうん 跳ね返してっていう中だったんで、本当になんだろうその二人だけじゃなくて、うん、本当に全員がね、みんな体張って、やっぱり絶対にこうやらせないっていう意地も感じましたし、うん、でも、はい、ファジアーノも、やっぱチャンスもね、チャンスというか、やっぱりこう、石毛選手、後半から石毛選手とイ・ヨンジェ選手が入ってたり、でした選手そういう中がやっぱりこう、そうですよね。はい で浜田選手入れてスリーバックにして、リオ・ホワイトからねクロス入れてっていう中でも、やっぱりね栃木が跳ね返して、そこをやらせなかったっていうところもあったので、いや、もう本当に素晴らしいゲームだったかなと思いますねそうすねねそう岡山としては、その2人が、ね、それこそ攻撃のところで、うん、まあデューク選手、今節は、ね、すごく代表帰りっていうこともあっうか、いなかったですけども、まあ、その2人っていうのは、石毛選手、今季初出場で。 まあ四ジ、えーまあ、選手はやっぱり、まあ、ファジアノのエースというか2シーズン前なんか全試合出てるというところでやっぱり力のある選手だと思うので、まあ、彼が帰ってきたことはいいかなというふうに思います得点、まあ、失点も少ないですけどファジアノ得点も少ないじゃないですか、うんはい、でそういう中で、ね、この2人帰ってきたのは大きいですしあとはやっぱデュークさん、ね、はい、まあいますから、まあ、得点というところを、ね、伸ばしていくと。うん まだ順位っていうのも少しずつなんか上向きになるかなっていうふうには思いますけどね。うん、そうですね。まああとやっぱコメント多いですけど、まあ正直もみんないいんですけど、まあ西や佐藤のやっぱこの盤弱感がここ最近すごいなっていうふうに僕は見てはいて。<laughs> そうですね。本当にこうセカンドの回収とか、はい。なんか本当にこうまあね全員が献身的に動いてもより。 この2人っていうのは本当にこうなんかボールのあるところにこの2人がありっていうぐらいの活動量でもあるのでここは現時点ではこの2人は替えはきかないかなと思いますす、ね、そうですね、うん、まあただ潰すだけじゃなくてやっぱり2人と前に行けるっていうのがそのでしょうより相手をゴールが遠ざける守備っていうのがチーム全体としてできてるっいう中でこの2人は肝ですね大きいですね。 そうですね。<ー>はい。で栃木三連,連勝で、ええ後期二回目ですが、すここへ次水戸となので。次ですよ。<laughs> また楽しみな。暑いなー。ゲーム。はい。はい。では、え、ね、え。町田です。今回。サムネ誰にしようかなと思って。ドゥドゥ選手。最後に一発決めましたけども。来て,来てますね。だから。 なんです前半、ほら、あのーまあのま今シーズン、吉見選手がね、えー、初めてかな、スタメンそうですね。はい。前節は途中ででまあ、負傷があって、前節関選手が、はい。はい、スタメンっていうこと <laughs> まあでも本当にあの PK、太田選手の PK をね、うん、まあ止めた中ではあったんですけど、やっぱりなんですかね、なんか町田も勝ちはしたけど、そんなにこう、なんですか、内容的には。 あか要所要所で、うん、やっぱこうなんですか攻め込まれたけど、はい、まあそこをしっかり、まあ、耐えてじゃないですけど、うん、やっぱそういう中でこう代わりに入ってきた2人がやっぱチャンスメイクね岡田選手のクロスからう、ねうん、ドゥドゥ選手が決めたっていうのは、はい、あれはやっぱりなんですかね選手層の厚さっていうのはすごく感じましたね。 そうですね、また高井選手のスルーパスという意味なですか、ふわっとしたね、ふわっというね、空間把握の認知能力がすごいなというふうに思いましたけど、確かにそうですね、あの PK が入ってたらまた全然違うゲームなさと思いますけど、そんなにゼルビアがあめちゃくちゃいいっていう感じの選手になかったので、ここ、それこそ、これで完封三連勝になりましたけど、甲府戦と、前節、すみません、 何戦でしたっけ。金沢四ゼ金沢戦。金沢ですか、ね。はい。でも、またちょっとひとあち違うかな、うん。そうなんですよ。感じはしましたけど、うん、ケロがやっぱ勝ってるんですよね。で、うん、ゼロで抑えてるじゃないですか。はい、はい、はい。そういう中でも、本当にこう、我慢強く。こう、割り切れる力。を出てきたなっていうのは。はい、なんか、ものすごく。まあ、感じますし。やっぱ、でも、まあ、レノハァをね、田中陸選手が出場停止の中で。 まあ前半ヘイラン選手の、うん、コーナーキークーからヘディングがポストに当たっちゃうとか、はい、まあそういう,こうアンラッキーなところも、まあ、ありましたけど、まあ、これをこう、ね、勝ちきれないのがちょっとこう難しい展開なのかなっていうふうには、うん、なんかすごく感じましたね。 まあレノファーはこの試合でも何でしょう上位のゼレビア相手にもできているっていうところはまあ内容面の手応えが多少なりとまったところがき今日ちょっとメンバー結構ねあのだいぶ大胆に変えましたけどもえまあそれがうまくまあ今日の試合につながったのかなっていう気はしますけどねまあ,あれだけできるチームであると思うのでそうですねだから本当にボールつなぐとかそういう,こう,まあこうポジショナルプレー がこうプレイ原則だと思うんですけど、まあ、それは本当、なんかできている中で、まあ、この試合もできて,た、まあ、できてはいましたけど、まあ、結果だけがついてこなかった中での今日だったので、うんはい、そこはしっかりとあのホーム連戦続いてましたけどね、そこはできていたんじゃないかなと思いますね渡辺監督が今日のゲームのフラッシュの時なんか、最後、何が必要でしょうか、気合ですって言ってましたけど。らしくないない <laughs> <laughs> 結構熱っぽくで、ね、入ってましたやでも嬉しいんじゃないですかそうですね、はい。間違いなく。で、まあ、ゼルビアもこれで3連勝で、あれよあれよと4位ということで、ま,すよねまだ1位と2位との差はまあもちろんあるんですけども、あ<ー>まあ今、すごく勢いに乗っている3試合の8得点0。すごいですよね。すすごいです、ね<う>はいでねは 攻守にまあでも、やっぱり人はいますからね、全員もという中で、まあ、内容がそこまでよくはなかったと思いますけど、んまあ、そん中で結局勝てるっていうチームになると、またどん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 上に、自然的に行けるようになると思います、はいはい。じゃあ次が北九州ですね。これはもうね、まあ、あのゴール。<laughs> まあ、辞書店。 あの,ゴールかあのゴールはすべてというか 1−0、まあこうだっまあ、6ポイントゲームだったじゃないですかこう残留というか、はい、まあそういう中で 1−0 ではありましたけどやっぱりもう少し北九州がね、まあ、点が取れる展開だったかなっていうのは思いますし、まあ、でも立ち上がりは、ね、前半、金沢もゴール前にこう迫るシーンも。 まあ、ありましたした15分過ぎぐらいから北九州が徐々にこう主導権を握っていたかなというふうにはなんかものすごく思った中での、まあ、後半も北九州が主導権握っていて、まあ、そこからやっぱり DAIGO、ね、さんがすげえゴラスを決めたなっていう印象でしたね。はい まあ、両チームともにそれこそ残留争いをしていくという中ですごくキーになるゲームかなというふうには思って見てはいたんですけど北九州がやっぱここ最近の好調ぶり悪くてもドローにする、はい、でやっぱ失点がやっぱ減っている、まあ、そういう充実度というところが、まあ、この試合にも、まあ、結果として最高の形で現れたのかなというふうに思いますし、うん、金沢も、まあ、あまりよく。 ない状況の中で、はい、まあそれこそ今日の試合もちょっと大敗してしまいましたけども、うん、まあこれちょっと降格圏に落ち、得点もなかなか、まあ今節、今日大石選手とりましたけど、はい、全然4試合で得点がなかった、で知ってもやっぱ多い、うん、で、何かを変えるというとメンバーをそんな大胆に変える感じでもないという,う、ねはい、なんか感じだと思うので、うん、まあなかなか厳しい状況が続いてますね、金沢にとっては。うん まあ結果もね、やっぱついて、な何節か前、ん前節かな前節ドローでしたっけ、金沢。あ、その前だ、その前だ、その前だ。その前が、その前がドローだったんですよ。群馬えっと、群馬ですね。はい。その時はその内容は悪くなかったですね。うん、確か僕と西さんで振り返ったんですけど、まあ、前節、あまあ町田にああいう,こう展開の中で、 まあこの試合でも絶対こう負けられないゲームだったと思いますし、うん、まあ後半の終盤はまあ人も変えてね、ちょっとこうロングボール中心にまあ攻め込んではいましたけどやっぱり結局やっぱ点が取れないっていう中でやっぱ選手がやっぱり少しこうですかうん自信を失ってしまってるかなというふうには見えますけどね。うん そうですねちょっとまあ連戦っていうところもあってか今日ね、はい、キーパー白井選手にしたりとか、まあ、島田選手、最初、ねはい、いいプレーあったりとかレ、はい、マ選手入れたりとか、ね、ちょっといろいろやってたりはするしまあちょっとそういう工夫はもちろんしているとは思うんですけども、うん、まあ何せ、やっぱちょっと勝ちが圧倒的に少ないっていうところで最後に勝ったのが6月13日の愛媛戦ですかね。18節10 <M> から今日含めて 10, 11? 11試合勝ちなしですか、ね。試合勝ちですか,かな、はい、そうですよね。まあ、そういう中で本当にちょっとこれでね、やっぱずるずるいってしまうと本当にもうあと12、うん、三3試合ですよね、確かね、そうですね残り、はい行ってしまう可能性もね。 高い、まあ、でも本当にやるのは選手なんでね、うん、ここでまた振り立ってほしいなという気持ちしかないですけどねまあ金沢、すごく今季はいいスタートを切った中で、3月、4月、すごく良かったので、はい、まあその貯金的なところは、うん、まあ下位チームの中では結構あった方なんですけども、はい、ちょっとこ,これぐらいずるずる来て、ね、しまうと、さすがにちょっと降格圏に入ってしまうよねっていう成績ではあるので。 うんまあ、ちょっとやっぱドローも少ないっていうのがやっぱ気がかりというか北九州もこ季そこまで勝ってたんですけどやっぱドローでやっぱ稼いでたりするんですよね,すね、はい、この夏まで。うん、結局という意味で、まあ、そこも、ね、逆転しましたのでちょっと必ず空きつくなってきたなという印象ですかね。うチームの雰囲気っていうところも現状ちょっとこう、うん、よくないかなっていうふうん、風には、まあ、僕の見解ですけどなんかそれはこう思うのでやっぱりこう。 なんか誰かが、ね、こう出てない選手が、まあ、ラッキーボーイじゃないですけど、うん、こうそういう,こう選手の出現っていうのは、うん、期待したいなっていうふうに思いますよね。そうですねこの体制にも結構長くなってツェーンといえばっていうサッカーを、ね、すご確立したし相手にとってはすごく嫌なチームだったと思うんですけどツェーてンって今はちょっとそれを感じられないというか漏れなく勝ち点を与えてしまっているので。 そうですいう,こう劇的にねこうこう変えられるっていうところは、ねまあまあ、難しいと思いますから、本当に、まあ、やるのは、ねまあ、繰り返しにありますけどやっぱり選手なんで、まあ、消極的にならず、やっぱりこう上向きに、ね、プレーしてもらいたいなと思いますよね大補強もできないわけですので、原油、うんうん、戦力で,で、はい、やるしかも正直ない。はい はいでまあ、監督交代、正直あるかどうか分かんないですけど、うん、まあそういう問題でももうないのかなっていう気も、うん、監督を変えて勝てるようになるかというとまた別のの問題なので、まあ、そこは本当難しいと思うので、うん、やっぱりこうなんですかベルディ同様にね一つこう勝つことによって、うん、やっぱりこう雰囲気も変わると思うのでやっぱそこはやっぱり本当、まあ、うこれからね本当総力戦だと思うので。はい ここ、うん、厳しいですけど、うん、乗り越えてほしいなと思いますねそうですね。はい、まあ、北九州は本当に一歩一歩あの、うん、残留に向けて歩みを進めているという、うねはい、ここ、いい8月9月なんでしょう、じゃなないいいかかという,ふうに思います、はい、きっけですよね、はい、では、えー、長崎なんですが、まあ今日の試合もすごかったですけど、だから、まあ、週末に関して言うと、まあ、スコアレスということで。 これだから、なんかゼロゼロですけど、なんかシュート数でも現れてますけど、なんか両チームともチャンスもありましたし、うん、決定機も作ってて、ゼロゼロだけど、本当にこうお腹いっぱいのゲームだったかな、見てる方にとっては。高木監督もそんなことをおっしゃってましたね。そういう,こうゲームが本当、最後まで続いていたなっていうのは、うん、やっぱりこう最後、 ヒギジ選手のクロスを玉田選手が外して、あれも決定機だったじゃないですか、うん、そういう本当、両チームとも決定機があったと思うので、なんですかね、まあ、勝ち点1、両チームね、勝ち点3取りたかったと思いますけど、いや、本当、ポジティブに取られてもいいぐらいな勝ち点1かなというふうには。うん 思いましたねそうですね、相模原は最後の,その、あのー、クロスのシーンもそうですけど、まあ、あの山崎選手のカットインシュート、はいあ,ね、あ,あれはもう,もう圧倒的、はい、竹茂選手のスーパーセーブです、はい、あれはもう勝ち点1拾えたのは竹茂選手のおかげというか。その,その前もありましたもんね、上中選手のシュート。あ,ありましたね。これで勝っ ってれば僕、ベストプレーヤー、竹重選手かなと思ったんですけど、<laughs> まあでも、そのぐらいやっぱりこう、ね、こう、チームを締めてくれたと思いますし、うん、やっぱり、なんですかな、後半はちょっとこう長崎がね、押し込む展開が続いていたじゃないですか、はい、でもそこでも、やっぱり今、相模原って、こうやっぱり行くところと、なんか行かないところの、そこのやっぱりこう、なんですか、やっぱり約束というか、うん、そこがすごく明確になってるんで、 そこは本当によりなんかゲームをやる,やるにつれて、成熟度は本当にこう増してるなという印象しかないですねまあ相模原がもう上向きなのは成績見てももちろん間違いないとは思いますし、内容的なところを見ても、はい、まあ上でもしっかり1ポイントを取るっていうところも含めて、うん、まあ残留に向けて、まだまだ順位的にはちょっと苦しい状況では。 現状ではありますけど藤本選手も、順位表の話、ちょっとお話、インタビューさせてもらった時、はい、まあやっぱりまあ、それは暫定だし、他の試合の結果とか、もちろん耳に入ってくることはあるけど、もう自分たちが勝てば、もう上がっていくっていうところはもう分かってるんでっていう話はしてましたので、まあ、しっかり、ね、まだこれでコンセプト、何か決まったわけでは決してないので。 まあすごく上がり目のあるチームだなと思いますし、まあ、長崎相手にも、まあ、実力あるチームにもこれぐらいできるっていうところは見せられた。長崎にとってはいい一ポイントだったことは。いや、本当にまあもう言うまでもないかなと。もう見せてくれましたしね。はい、まあやっぱり一つこう、なんか気がかりなのは、児玉選手がね、ちょっとこう、はい、ああそうですね、変わって、ね、立ち上がり、まあ、変わってしまって、ちょっと前半でも痛めてた,た,た、ね。そうですね、結構、ね、左膝かな、うん、テーピング巻いて。 やってましたけど、まあ、結局ダメでっていうのもあったんで、うん、まあそこはねやっぱり怪我が長引かなければいいなっていうのは、うん、なんかものすごく、まあ、感じますしでもやっぱり、まあ、勝ち点をねまあ何ですか、まあ、勝利っていうところは、まあ、取れなかったですけどなんかやりにつれて逆にこう金沢と違うの相模原自信がついてきてるなっていうのは、うん、ものすごく感じますね。 そうですね長崎、この試合もちろん勝ちたかったと思いますが今節、山形との今、さっきまでやってましたけどいい守備からのいい攻撃ダービーなんですよ。長崎対山形は。これはサッカーはどうしても攻守一体なんでこういうことになるのも正直あるかなと思いました表裏一体ですもんね一体なんでそこをやっぱり響き切ったのが。 やっぱ今日の長崎かなっていうのははい、はい、あすごかった上中選手がハットトリック前次、まあ、ガ選手も点を取り、はい、海洋選手はどこまで行くんだとですよね <laughs> だから玉田選手はい玉田選手が取りました2点違う3点目2点目上中選手のなんだろうえっ、ー、とマイクマ選手がはい 澤田選手からワンタッチをちょっと中間スペースで受けて、はいはい、あれがもうおしゃれだなと思って、<laughs> あのワンタッチが、はい、もうあれがもうなんか見せつけてくれたっていうのと、まあ今日は僕だから、まあ、まあいいですか、今日の試合振り返って。あはい、もちろん、もちろん。マイク選手がもうほぼほぼ、あの、川山選手をほぼほぼ封じ込めて、うん、で、途中で。 変わっっちゃゃたじゃないですか、はい、もう、サイドバックとしては、まあ、あれ完全やりきったんですよ。なるほど。もう、本当に、もう途中で変えて、これと見せつけたとっていうのは。まあ、もう、これは変えないとかなわないなって思ういや、本当に、ね、まあそのぐらい、本当に蛇にに睨まれて、変えるじゃないですけど、そのぐらい、本当、何もできなかったと思いますし、まあ、そのぐらい、全体でね、なんか、長崎が今日は良かったなっていうのは、まあ、ミスもありましたけどね。 そう二点目、二点目、それで2点目ですかね。ははいいまあ、あのそれこそ、このなんか三点目のシーンとかも、えっと、はははいいいあの山崎選手のあれですはははいいいがありますけど、まあ、山形もやっぱ、ああいうゴールは多いチームだと思うんですよはいまあ今日の試合通じて言えることだと思いますけど、はいまあ、そこが本当にあの行ったり来たりっていうのが、まあさカーの一番面白いところで、うんまあそれがうまく今日長崎に転んだかなっていうところと。 やっぱメンバーのなでしょう層の厚さみたいなところで言うと、まあどうしても山形ある程度固定して戦ってきた中で、でね、ちょっと今日メンバーフレッシュな形にしましたけども、うんうん、やっぱり成熟度っていうか、まあこれまでってきた積み上げみたいなところで、まあ長崎の方がちょっと、えー、上積みっていうところは、まあ今日の試合に関しては見れたのかなっいうふうには思います。前後半立ち上がると前半は悪くなかったと思うんですよ、うん、モンテも。うそうですね。うん、押し込んだ中で、でもやっぱりエジガル選手が はい、まあ早い素早い攻撃で、うん、ポストに当たってまた帰ってきたのをまた決めちゃうってあれもすごいなと思いましたし、まあ、ミッシーさんも言いましたけどやっぱり海王、まあ、選手があ本当に底知れずさみだなっていうのは <laughs> 最後ねちょっとビーさんとちょっとやり合ってましたけどそれでか、ね、変えられてましたけど。 まあとやっぱり、あのあの加藤勝選手出てきましたけど、日比里選手と勝、ね、選手が少,少し休ませられたのも大きかったんじゃないですかね、うんまあ、これだけ、ね、差がつきましたので、はい、うまくその辺の再犯も含めてうまくいったのかなと、か、はいね、みついて大変だったと思いますけども、うん、まあちょっとこれは一応、三島昇格予想ダービーだったんで、僕もすごく注目していた。そそうかそうかか <laughs> そうです、ねはい。ちょっと本当はね、長崎で、ね、この試合行きたいなと思ってたんですが、まあ一回そういうとこも天候で流れちゃうんで、はい。でちょっと火曜日はさすがに行けんと、はい、<laughs> いうことだったんで、ちょっとあの、ダゾン化せなりましたけど。いや、でもこれはなんか、はい、うんこんなこんな展開になるとは正直思わなかったかなっていう、うん。そうですね。 今週末に戻りましてま、はい。はい、戻りましょう。甲府ですね。甲府もねえ。ねえですよね。粘りました。粘りました, <laughs> ましたね。粘りました。これだから。なんですかね。群馬も。悪くなかったと思います。うん、前半立ち上がりね。はい、セットプレー流れがチャンスも作ってた。田中で。 浦上選手があれセットプレーでしとめちゃうっていうのは、はい、まあ,あれ本当に前後半の得点がなんかこのゲームを物語っちゃったかなっていうふうに思いますね。まあね、えー、浦上選手初、初 j 初ゴール。はいはい、クリスティアーノ・ロナウドかと思いましたけど、なんかそうですね、だから <laughs> クリスティアーノとなんか菊池選手がちょっとこう。 なんか一緒になったかなっていうぐらいな、<laughs> 藤井竜選手が一緒になったかなぐらいな、特定のパフォーマンスでしたけど、そうです、ねはい、まあでも本当に何ですかね、やっぱりこう、3-0ではありましたけど、うん、こう我慢するところはしっかりこう我慢しましたし、だそういう中で本当に、ね、リラ選手も決めて、ね、やっぱり立ちりいやリラ選手はやっぱ取ってるんですよね。これ大きいと思いますし、あと、ほらこはで、ね、泉佐選手がやっぱ怪我してしまって、 まあそういう中で、京都戦かな、宮崎選手が、前ですね京都素晴らしい存在感を出した中でのまあ今節もあったので、そこは本当これはしっかりクリーンシートでしとめ,めたのは大きかったと思いますねそうですね、あと、まあここ最近の荒の木選手と菅井、はい、選手の配置。はい のところで荒、まあ、木選手のゴールがまさにあれは、ねうん、左利きの選手があそこにいるとああいうゴールは、まあ、決めやすくなると思うんですけど、奈良、はい、さん、どうですか、その後サイドのこの逆足配置っていうのは。いや,いや、そこは本当にあの解説の吉川さんも言ってましたけど、あれは本当に左利きの選手だからこそあの得点っていうのはやっぱ生まれましたと、まあ、生まれたと思いますし、まあ、やっぱり何ですかね逆利きの選手がそこに入るっていうことで、やっぱりその相手側も。 く対応っていうのは、うん、こうなんだろう,う、しにくいと思うので、はい、まあそういうところでもその立ち位置を変えたっていうのは、また、なんですか、攻撃のバリエーションが増えたかなっていう印象はありますけどね。荒木選手、去年も後半戦、右やってたんで、うん、ずっと、はい、まあその辺は全然問題なくできるっていうところと、関、うん、口選手、菅井選手っていう、ね、2人ともルーキーですけど、まあ、彼ら2人がね、本当、サイドで計算できる選手っていうのも。はい 改めてこのオプションを生かすに至る部分なのかなっていうふうにはもちろん思いますけどまあでも最,うん最下位がこれやっぱりちょ,ちょっとこう勝ちきれないというか、うん、まあそういう中でね京都に勝ってでこれでやっぱりまた群馬に勝って、うん、ま,あまた明さんじわじわ来たかなといやそうですねはいって思いますねはいはいで群馬がまあすごくそれ先週ベストイレブ発表しましたが、まあ、8月はすごくいい月でしたが、うん、はい まあここで、えー、再びちょっと大差と言いますか、まあ、0ロ3だったので、はいまあ、順位的には、ま、あの16位ということなんですが、まあ、これでまた連敗になってしまったというところですね。そうです工藤監督も、ね、最後おっしゃってましたけど、やっぱり決定機がね、本当、うん、こう作れていた中で、うん、まあ崩すとこまではできたけど、し留められなかったっていうところが、本当、うん、んすごくなんかそこは大きかったので。 視力2人がね、まだ、まあ、帰ってくれば、またこう違う展開になるかなっていうふうには、まあ、思いますけどそうですね、まあ、やっぱ攻撃を、ねはい、ずっとリードしてきた2人がまあいないという中で、青木、うんはい、選手がうまく起点になったりとか、うん、まあシー選手トップ使ったりとか、はい、まあいろいろ工夫は見えるんですけども、はいまあ、ずるずるやっぱりいかないことが大事だと思います,から、ねす。はねいから、はいえー、ラスト えー、来ましたね。<う>はもう毎年何,何かしら起きるんですよ。<laughs> これだから、その試合も起きましたね。はい。これだから、僕ね、なんこ前も西さんと北九州でしたっけ前話したの、愛媛と。愛媛、北九州、そうですね、あの激ツ11、22ドローでしたっけですよね、あの川村選手の涙ですよね。ああ、そうですね。はい、あ。 でそれを振り返って愛媛は悪くないっていう中で、まあ、この展開このゲーム展開正直前半は大宮が気持ちいいぐらいな多分立ち上がりかなまあね早い時間帯先生でも生まれましたので、はい、まあ勢いそのままというか、うんまあ、そういう中で本当にこう、まあ、愛媛が少しう窮屈というか まあ守備でも本当こう奪いどころが定まらない中で、あれやっぱ,やっぱあのなんですか、少ない決定機をしっかりこう仕留めたっていうのは、前半、まあ通る前半っていうところをこう話すと、あれは大きいかなと思いまましたねあそんな中で、えー、愛媛が、えー、藤本選手のゴールですかね、1>, はい、1点目が。 いやあれは身体能力ちょっと高すぎると思ういます <laughs> これ何回も言いますけどもう愛媛の10番は対戦しますから大丈夫です西本選手はすごいです、はい、いや、ね、あのアシストもそうですし、ね、あの石井選手の、まあ、先ほど言いましたけどそのぐらいう、ねうん、本当にこう、ね、中攻撃の中心として本当存在感抜群ではありましたし、まあ、では後半、ミッシーさんいいですか こ大宮のほら、オンゴールだったじゃないですか。奥抜き選手からクロスを3点目の、はい、3点目か。はい、あのごちゃごちゃってなって、<宮>右からのクロスの伊庭選手のところですかね、そうそうごちゃごちゃってなった奥抜きですよね、奥抜き選手のクロス。はいはい、あれ、まあ、角度的なんですけど、若干際どくなかったですか、あれあ<ー>オフサイド。うんちょっとこうカメラ的にちょっと分かんないんですけど、はい、ちょっとあれ、際どかったかなって。 と、まあ、思うんですけど、うん、まあ,あれで、まあ、追いついた中で、まあ、でもやっぱりね、石井選手が、まあ、取ってこ、これでこう決まりかなと思ったらね、いるんですよ、こちらにも。こちらにもいるんですよ、<laughs> 川田選手が。はい、まあセットプレーで、ね、今シーズン、コーナーキックから初めて取ったと思うので。うん まあ,でもあれでやっぱ追いついたっていうところは、まあ、大きかったですよ、ね、いや、川田選手はちょっと得点力、まあ、本当、加入してからのフィット具合みたいなところも含めて、はい、ちょっとすごいですね、これは本当、宮内総教なんですけど、いや本当に。伝説もね、はい、取ってますし、3戦、うん、連発ぐらいですよ、確かね3戦連発ですかね。まあ で前節もとベルギィ戦取ってるで今日、まあ、今節も取ってる取ってるああまあ岡山戦も2点取ってるようなもんですがそのぐらい本当にねストライクでほら昨シーズンってそういうなんですか前線のとこで苦しいんだじゃないですか、うん、大宮って、はい、これは本当にもう素晴らしい補強ですよ まあこれ正直、愛媛サポとしてはね徳島とのダービーもあったんで、もう川端選手はもう見たくもないみたいな気で,、ね、ですけどもまあそういう中でまた取られましたし、<laughs> はいまあでも本当、愛媛もね本当やってるサッカーは本当また後,半後半ですけど、本当に点も取れましたし、もう悪くはないですし、若い選手も、榎本選手もね、うん、今シーズン初スタメンで、まあ、躍動してましたし、まあ、そういう中で。 まあドローっていうのは、まあ、両チームともね、うん、やっぱ勝ちたかったゲームだったかなと思いますけどね。うん、うん、そうですね、うん、まあ、どっちに、まあ、同じ1ポイントですか、重みみたいなところも、まあ、結構、いい分から両チームともにいいところも出たし、本当、うん、と課題も出たしという,そうです、ね、ところで、まあ、ただ、これまでの流れをやっぱ踏まえると、大宮がいい、ね、形でホームで練習をしてっていう中での。うんはい まあいい前半戦だったのでまあそこからやっぱ3失点っていうのはちょっとやっぱりいただけないのかなっていう気がしますし、まあ、それは愛媛にも言えることかなってうまあそうですね。思いますけど、はい、失点が多いっていうところでもありますし、うんはい、でこの、えー、この日って J3 で今治と藤枝だったんですよ。そうですね、はい、で僕それ生で見ててそれもまあまあすごいゲームだったんですよ。 4三です、ね。四三で。それがほらミッシーさん大好きなエサシさんでしたっけ実況アナウンサーの。最高でした、はい、マジで。<laughs> ミッシーさんのもう言いたいことがわかるぐらいな <laughs> 熱狂的でしたし、だこの日は愛媛県が暑かったかなっていう。愛媛県で点が入りまくった。点が入りまくったなっていう。はい、そのぐらいでしたね。はい、藤枝は最近ね、 選手ベンチ入り、監督わってからしますんで。まあでもそうですね。まあでも本当にすごい、なんですか、シーソーゲームでしたよ。あっちも、あっちも。そうですね、だから一回4、四人まで行ったんですよね。最後失点してっていう感じで、今までが。で、ベルディから来てる、えっと、サ古選手か。はいはい。サ古選手がフォワードで取って、あ、これ、これいいんです、J3 ですからいいんです。これいでですすそうね あの話に話戻りますけど西村選手の,あのプレー藤本選手のあれはちょっとど,どうですかね、LINE、まあ、で並んでたんで完全に抜け出したとは言えないかもしれないですけど、はい、まあちょっとあれは決定機措置と取られてもおかしくないのかなっていう気はちょっとしましたけど。はい、そう風に見えましたね まあボールには少なくてもいっ,ってない。うんまあ、藤本選手もかなり抗議はしてましたけど、もうちょっと決定的に抜け出してるみたいな感じだったら、まあ、間違いなく赤になるんですけど。そうですね、うん、はい、はい、という感じで、じゃあ、順位いきますか、はいはい。よし、フロンターレ頑張れ。<laughs> フロンターレ頑張っが延長なんですね。延長,延長です。じゃあ、順位表ですね。 きょあの結果も反映したバージョンになっております。51組がすごいことになりましたね、たねこんなに並びますか、すシーズンは終わりです <laughs> これはすごい、51ってなんか、本当五51がすごいことになってるな、これ。 いやそうですねまあ、はい、もちろん51組もなんですけどまあやっぱり2位との差が10はちょっとデカすぎるですかそうですね、うん、ここはちょっと開いてきた感じは否めないですねそうですね、はい、まあこれひっくり返すのにまあ4ゲームが必要になるという計算なる、はい、単純計算で残り13ですもんね そうですね、はい、になりますので、まあ、これで今日2試合やって試合数的にも揃ったのであ,あのそうかそうです<ョ>ね。未消化分も揃いましたので、はい、まあこれで試合数もきっちり並び、はい、まあ岩田首位に京都で6261でまあ51軍団になるので。 まあちょっと上2つがやっぱ抜け出した感はあるかなそうです、ね、という気がしますがなんかこうか勝ち点もそうですけど今のこうチーム力からしても、うん、この2チームは、うん、抜け出した感じはありますよね。そううでですねそこはは間違いいななく、うん,、はい、なんでまあもう 五十一軍団ももちろんこれはこれで面白いんですけど、<laughs> もう正直もうこっからいっぱいしたらもう終わりだと思います。そうですね。うん。そのぐらいやっぱりまあサインそうですね。どのチームももう本当により危機感を持ってやっていかないと、はい、だと思います。だから、うん、どこまでかなこれ、もう実際だからモンってぐらいまでですよね。 うんまあ持ってもちょっと厳しいぐらいですもんねこれ。うん厳しいかなとは思います。すね、まあここから本当全勝ぐらいな感じでいかないとかなり難しくはなりますかね。まあ下を考えると下は27じゃないですか。十七だから。はいはい だから、まあ、ファジアのぐらいかなっていう、だから、うん、だからこの10、11、12がどっちに転ぶかですよね。そうですね、はい。そのぐらいな、ちょっとこう、うん、決まりつつあるかなという、はい、立ち位置的には。そうですね。うん、まあだから、もう残り試合も本当に終わりが見えてきている状況の中で、はい、まあ少なく、はい なればなるほどもう逆転がどんどん数字上不可能になっていくみたいなことが本当に増えていく段階にも完全に来ているので、はい、まあ残りでえっとだから51のチームが全勝してもこれ90かな13試合でかけ算で,で今のポイントに重ねると、はいはい、ってなるともう2位の3んが,が、えっと、もうそれ以上。 勝つとだから10勝以上かな、9勝、うん、違う、10勝以上か、でもう数字的にはた、まあ、らればですけど、まあ、追いつかなくはなるっていう状況なんですよね、うん。そっか、どこまで本当に食い下がるかですよね、これそうですね、なので本当にもう、五十一軍団、まあ、山形までと見てもいいですけど、<laughs> もう失敗したら正直もう終わりかなと、本当、思います。はい,い そうですね。はい、でまあ残留はさやっぱほんとかんないというかことですね。こっちの本当ほんとかんないですよね。そうですね。あ<ー>うん、まあだからね暫定の本格権にはなりますけどら本当に差はないのであだから今のこうチーム状況を考えるとやっぱこう、はい、制限と、うん、まあ山川がちょっとちょっとこう危ないかなという。そうですねは まあ相模原も前日々もですし、そうですね。はいまあ、あと、得失点さんのとこですよね。はい。まあ、ここも本当に最後、ここで勝負になってくる可能性は、ありますからね。うん、だから、からから大宮のこのマイナス5っていうのは、僕、大きいかなっていうのは。うん、そうです、ちょっとここは抜けてますよね。そうですよね。他がね、周りが2桁なんで、うん、はい。これをちょっとまた最後まで、ここはやっぱり、なんか、鍵を握るかなと。 そうですね、うんはい。ということで、本当、こちらも、まあ、これもシェスが少なくなればなるほど、どんどん、まあ、残留は確定していくという、うん、ことになりますので、そうですよね徐々に徐々にその足音は、本当に近づいてきてますって。だってもう、次30節ですよ、今週は。もう,もう30ですか。もう 30? はい、残り12ですか、十三、まあ、か。あ <laughs> いや、九月ですもんね。はい、ですね。九月も中旬。まあ今週末までがままだナイトゲーム多めで。あそっか、あるのか。翌週以降は多分結構デーゲームが復活するはずですね。すねはい。そうか。また十八時、十九時が多いですね。はい。<あ>いや、高橋は十五時。はい。で、まあ奈良さんがさっき。あの。 ちょっとまずいんじゃないかという、あの、すえた山がっていうのが、も<あ>う一番下にあ、まさか、本当 <laughs> だ。はい、いや、これが、まあ、どの試合もね、こう毎回言ってます、激アツですけど、だってほら、かうんね、監督同士もね、はい。ねい、いろいろこいろそうですね。はいはい。はい、まあ、岩田で、うん、ゆかりのある。ね、あ2人で 2> ありますし。 こ,かこれもそうだし、まあ、一番上はね、まあ、鉄板として、そはうだから順位を考えると、町田、長崎も激アツですよね。これまあ、もうこれはあのー、勝ったチームがもうでしょう最後まで争うというか、ちょっとドローでも結構盛り落ちきついと思いで,です。 まあやっぱ何よりもちょっと岩田と京都がちょっとやそっとじゃ負けないという,うまあ悪くてもドローにするとかよ、まあ、くない中でもまあ勝っちゃうとかそういうチームでここからの王国は正直、あんまり期待できない,いうそうですよね。うはい、正直、上二つは大崩れはないと思うんですよ。ないですね。ちょっっとととやそっとじゃ崩れないい思うのではい そこをね、どれだけ、そうですね、繰り返しになるけど、まあ、チーム51プラス、モンテがね、はい、食いついていくか、うん。上位は、はい、そこになりますよね。そうですね。すごいな、チーム51、これ。<laughs> いや、<ん>本当シーズン途中でこんな並ぶことはいですよ、ね、ないですよね。うん。そうですね、こんな勝ち点が並ぶっていうのは、あんまり見たことないんで。 自節,、まあ、節というか、もうずっとこれからも熱いゲームがまた続きますね。そうですね。うんまあ、あと、まあ、山形、京都で、ジブラが岡山。あ山形、京都で。新潟はそれこそホームでね、ベルディーですか。解消したあのベルディー戦という,そうです、ね、確か2節か3節ぐらいだったんですけど。そうか。あそうだ、70? そうですね、爆笑した。そうだ。 高木義昭選手大暴れみたいなやつがありましあれのリベンジだになりますので。ですね、ベルディは。そうですね。新潟、ね、もこれ勝たないともうちょっと3位すら危うくなってくると思いますし。いいすまあけど、そう,うん、そうですねあの。結局コメントにも来てますけど、3位も18位も一緒みたいなとこは。一緒ですね。ねその、はい、得るものとしてはいろいろ違ったりしますけど、そういうとこなんで、いい順位にいるじゃなくてね。 結局2位以内跳ねて意味ないです,からですよね。意味ないですからね。はい。そっか、これは本当熱いな。これだから、京都があれですよね、インドを渡すかですよね。いや、そうですね、これがサンガが勝つとも山形、相当厳しい。はい、だから、それ考えると、今日のゲームの大敗っていうのは。そうですね。あと引くかな。まあと開き直れるかですよね、はい、ここまで。はい S、1号っていう負けだったので。そうですね。あそこだな。町田、長崎、琉球そうですね,ね。僕って、やー的にやっぱ北関東は暑くなるな、間違いなくこれは。北関東ダービーはそうですね。はい、ちょっとこれは。 まだね、同時間帯が結構多いんですけども、まあ、日曜日なんかは比較的ちょっと,ょっと分散をしているので、そうですねまあ3時、5時なら1試合見れます。バランスよく見れますからね。はい、ちょっともう最終盤なので、ちょっと僕もまたスタジアム現地とかは、最終盤は行きたいなと思ってはいるので、そうですね、またね、時間帯がね、デーゲームとか増えたら、これ、行かないとだめですね。そうううですね、まあ、どうしても夜だと思う 入れいとかそうなんですよね、それもあるからね、難しいところありましたけど、はい、これからまた、まあ、サポーターがね、うしなきするかですよね。いやそうですね、いろいろ決まっていく時期になりますので、はいうん、いやでも本当にコメントであるサンガスタジアムは行きたいですね、行きたいですね、どのスタジアムも行きたいんですけどね、はい間違いなく。はい じゃあ順表変えまして。ということで、今日は意外とコンパクト、そんなこともねえのか。感覚がまひってるんですけど、1時間半で北条さんを超えられないですから。北条さん、ちょっと北条さんか、やっぱりちょっと最長いな。北条さんは超えられないですから、神ですから。はい。あ、完もいきたいな。いきたいですね。ちょっと奈良さん、ちょっと。 この配信終わった後にどこへ行くか聞きましょう。<laughs> あそうですね。これ、あれ ?ACL はどうなったんですかじゃまだ決まってないですかいや。今から PK 戦です。え、PK? はい。頑張れ。日本を代表して頑張れ。頑張れ、孫涼選手、止めて。チ、ね、ョン・ションソン・リョン対チョヒョヌという新旧日韓守護神対決なので。う,ですね、うわ、これも熱い。はい、あ、嬉しいコメント。三<し>国に来てください。い ああ、ミクにね。はい。ミッシザ行きましたからね。よかったですよ。はい。いいなって。はい。じゃあ、ちょっと皆さん、PK 戦も見たいと思うので、ぼちぼちじゃ終わりにしましょう。あ、わかりました。はい。すいません。じゃあ、皆さん、また、また、お願いします。来週。はい。はい。ぜひ、よろしくお願いします。来週は神なんで。来週また、やりますので。はい。わかりました。え引き続き、シュカェ見ていただければと思います。ぜひ、最後に、チャンネル登録、高評価、 ハッシュタグ週刊 J2 感想ツイートなどなどお待ちしております。まはい。また。ではこれからも J2 を。よし。じゃこれからも J2 を盛り上げてはい。そしてじゃあこの流頑張れ。頑張れ。じゃ皆さんダゾンをつけてください。はい。ありがとうございました。はい。さよなら。